皆様、ご機嫌いかがでしょうか。美容師の青山です。今日のテーマは、時間がない朝に最適。寝起きから3分で可愛い大人のまとめ髪になります。内容盛りだくさんとなっておりますので、最後までじっくりとご覧ください。ビフォーになります。ボサボサです。朝ね、寝すぎてしまってこんな状態の時ないでしょうか。大人女性の皆様も忙しいですからね、遅刻もあると思います。そういった時に、簡単なアレンジ、提案します。起きたらね、まずクッションブラシで髪を毛先の方からね、丁寧に研いでもらって、動かすとやっぱり綺麗になります。ショートの方も、こうやってね、一度毛並みをね、整えてもらうと綺麗になります。じゃあここからね、アレンジしていきます。まず耳あたりですね。で、縛ります。一つに2回ゴムですね、通してだいたい縛れたとこで、最後3回目ギュッと縛るとこ、この時に縛り切らずにここでお団子を作ります。根元3分の1ぐらいお団子の長さを残すような感じで、こういった感じですね。同じゴム1つで、最後にね、ここで、全部縛らずに毛先をこういった感じでお団子を作ります。あと上のね、表面、立体感を出すために、手でね、こうつまんで毛束を出します。この作業ちょっと難しいんですけど、そうですね、コツはまあ両手でやるのがいいと思いますね。あと横のね、シルエットとかもちょっとチェックしながらやってもらうといいと思います。立体感出てきました。あとお団子の下の髪ですね、これを半分に取ります。前に持ってきて前の髪をねじります。時計回りにねじります。その髪を上に乗せて前に出てくる方を時計回りにねじる、上に乗せる。そうすると、しっかりしたロープ編みができます。最初は順番を覚えるのが大変かもしれないですけど、慣れてしまえばね、ずっと使える技になります。三つ編みよりも簡単で、時短でできるので、ぜひね、覚えていただいて、これからアレンジ、幅が広げれるといいと思います。さあ、逆側もいきますね。すいません、一回間違えましたね、これ。一回手こずりました。これ今いいですね。前に一本一本出して上に乗せる。いいですね。もう一回復習します。こちら側ね、ちょっと難しいと思うんで、前に向かって巻いてその髪を後ろに乗せる、前に向かって巻いてその髪を後ろに乗せる、前に向かって巻いてその髪を後ろに乗せる。
もうあとリズムでね、できると思いますんで。毛先は最後止めるときに、コームでちょっとね、逆毛立てると簡単に止まってくれるんで、お試しください。最初右の方のロープ編みのとこを、左巻きですね。左巻きで巻いてもらって、ちょうどゴムあたりのとこですね。あとピンで留めます、先っぽ。こちらは左のロープ編みになります。これはね、右に巻き込んで、左右交互になるような形でね。できるだけピンは見えないように、毛先の方に打ちます。ちょうどお団子で隠れてくれると思うんで、あとお団子部分をなじませて、終了になります。超簡単。アレンジスタイル。時間がない朝に、ぜひ試していただけるアレンジスタイルではないでしょうか。おしゃれな感じです。いい感じです。はい、ドン。いやいやいや、すごく手が込んだ感じでいいんじゃないでしょうか。大人女性の皆様、ぜひね、アレンジも、覚えていただいて、秋冬おしゃれを楽しんでいきましょう。また私青山、皆様が楽しめる簡単なアレンジを提案していきますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。美容師青山、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。